はい、どうもねです。さあ、今日はですね、おでんの大丈夫こんな内容でラジオ、略して、おでんの大根ラジオでございます。このいつも並べてるカードはですね、適当に僕のコレクションの中から裏向きにしてワンとか取った様を並べていますんで、今回は AFGX、そしてソラウト、ピカチュウ、そしてアイリスがね、来ているわけでございます。今回ね、何を喋っていきたいかと言いますとですね、僕の方に、いろんな方からね、結構聞かれることがあります。それはね、おでんさん、オリパワ屋さんはどうやって選んでますかっていう質問が来ます。まあね、本当にオリパ買ったことないよっていう方だったりとか、あとね、そんなにたくさんは買わないんだ、頻繁にはっていう人もいると思います。そういう中でね、どんな風に、オリパ屋さんっていうのを選んで買っているのかっていう質問がありましたので、今回はね、そちらにお答えしていきたいと思いますね。僕のね、この喋った内容がですね、いいオリパ屋さんを選ぶきっかけになったりとか、いいオリパ屋さんを選ぶ皆さんの中での基準になったらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、僕がまず、オリパ屋さんをね選ぶ時の、基準なんですけれども、まず気をつけていることっていうのが2つあります。まず1個目はですね、基本的に、初見の方であったりとかっていうところに関してはツイッターでは買わないっていうことを僕は心がけています。例えばね、ベースに出品しています。マギに出品しています。で、そっちでも十分取引がありますっていう方の場合はですね、ツイッターで直接やり取りをさせていただいて、購入をさせていただくっていうことはあり得ます。まあ、お店によってはですね、ベースでしか販売しません。マギでしか販売しません。ツイッターでしか販売しません。とかっていうのがありますんで、そのツイッターでしか販売をしていませんっていう人に関しては、その人がマギやベースで、出品をしているか否かという判断基準を持ってツイッターでも取引しているようにしています。というのもですね、ツイッターの方が手数料がかからない分安くなったりします。なので、ベースだと100円増しぐらいで売っているものもあったりしますんで、そうするとね、ツイッターで直接の方が安く済んだりとかするので、いいんですけれども、基本的にベースやマギで、お店を持っていない方、まあ、正直な話、僕もなんですけどね、とかね、っていう方からは、ツイッターでは基本的に買わないようにしています。そして、二つ目はですね、ベースやマギの評価欄っていうのがあると思うんですよね。その評価の欄を見るっていうことです。ただし、評価の欄を見るって言っても、いい評価が多いか、普通の評価が多いか、悪い評価が多いか、というところを見るのではないんですね。これは僕もですね、オリパを買いたての頃に、ずっとオリパを買っていた、まあ、方からですね、アドバイスをいただいて、ああ、なるほどなって思った部分だったんですけれども、基本的に僕が見るところっていうのは、その人の悪い評価、その人のついている悪い評価に、その出品者さんが、なんと返事をしているかっていうところを見ます。その評価に対して、中にはいろんな対応される方がいます。アドを届けられず申し訳ありませんでした。と、また次購入してくださいねっていう書き方をする方もいれば、そんなことは事実無根ですと、通報させていただきますとか、今後のお取引は一切お断りいたしますとか、っていうのを書いていたりするところもあります。僕は基本的に後者の場合っていうのは、そういうお店からは買わないようにしています。なんでかっていうと、まあ、やっぱり商売としてやっている以上、お客さんっていうのがいるわけですよね。まあ、もちろんね、事実無根のことを書かれたりとか、クレームめいたことっていうのは来ます。僕の動画についても、いろいろ動画のコメント欄だったりとか、いろんなコメント来たりするんですけれども、それに戦って、向かっていって、わーわーやっているようじゃ、質って良くならないと思うんですよね。いい意見、悪い意見、あると思うんですけれども、きっと悪い意見の中にも、自分自身を何か見返すことって絶対あると思うんですよ。悪い意見の中にも、あ、ここは見直さなきゃな、これは修正しなきゃなってことが少なからずあるはずなので、そこに目を向けずに、戦いを挑んできた人に対して自分が向かっていくっていうスタイルでやっているお店っていうのは、やっぱりどこか信用できない部分がある。っていうのが僕なりの基準です。なので、そういったお店からは買わないようにしています。なんですけど、逆に、悪い評価はついているんだけれども、それの一つ一つにちゃんと丁寧に対応して、ちゃんとコメントを返していたりとか、あとはね、まあ本当に、届けられずすいませんでしたと、また購入をお待ちしてます、みたいな風にして、気持ちよく取引ができるっていうところは、やっぱり大事かなっていう風に思ってます。正直、疑ってたら、ネットのオリパってキリがなくて、本当に当たりを入れてるのかとか、実際は口数もっとあったんじゃないかとか、値段が全然釣り合ってないんじゃないかとか、
いろんな疑念って生まれます。それは相手の顔も見えてないし、相手が売り場を作っている場面も見えていないので、しょうがないことだと思うんですよね。少なからず出てくると思います。ただそれを限りなくゼロに近づける方法っていうのは、やっぱり相手信頼があるか、そして相手のことがどれだけ信用できるのかっていうところだと思ってます。なのでやっぱり信用できる人、信頼できる人と取引をするっていうことが大事だと思っているので、低評価のコメントに対してどれだけ真摯に返しているか、そして一つ一つの意見に対してどれだけ真剣に向き合っているかっていうところを、推し量れる部分、見れる部分っていうのが、評価の欄の低評価の欄かなっていうふうに思ってますので、そういった意見を大事にできる人たちと取引をするっていうのがおすすめです。なので僕は売り場選びではこの2つっていうのを、とても大事にしています。でね、やっぱり売り場ってくじ引きと同じ、いやまあギャンブルとまではいかないですけれども、同じだと思うんですよね。当たり外れがあって当然だし、それは外ればっかり引くときもあるし、めちゃくちゃいっぱい当たりを引くこともあるし、そこはなんていうかね、お店の評価にしちゃいけない部分だと思うんですよね。変なのしか当たんなかったからもうこの店ダメな店、いいのばっかり当たったからこの店いい店っていうのは評価基準にはならないと思ってます。もちろんね、買っているのを僕らも人間なので当たったら嬉しいですし、あ、いいお店かもって錯覚することはもちろんあると思うんですけれども、そこだけに頼らずですね、そのお店がどんなお店なのか、梱包はどうだったのか、やり取りはどうだったのか、どんな感じで丁寧に対応してくれたのかとかね、いろんなことを加味して総合的に売り場屋さんって選ぶべきだなっていうふうに思ってます。僕ね、いろんなお店屋さん、開けていたりして、梱包のところから、開封までっていうところだったりとか、お話できる範囲でその方とのやり取りっていう中でどんなことがあったのかっていうのを話したりはしています。ですのでね、お店の名前も僕の場合は公開をしておりますので、皆さんですね、お店の評価欄だったりとか、どんな方なんだろうっていうのを見に行って、皆さんのね、オリパを買う買わないの基準にしていただいたりとか、いいお店かどうかっていう判断のね、一つの材料にしていただければいいんじゃないのかなっていうふうには、個人的には思っています。なのでね、今回結構あった、どうやって売り場屋さん選んでるんですかっていう質問に対してはですね、僕はその2つを、大事にしていますということを、お伝えできればなというふうには思っております。ということでね、今回のラジオ企画はこんなもんにさせていただきたいと思いますけれども、皆さんもね、変な売り場屋さん、そして変な福袋を作る人、この辺にね引っかからないようにしてですね、気持ちよくポケモンカード楽しんでいければいいかなというふうに思っております。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価で応援いただけるとありがたいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。